さて、洋楽の聞き取りと発音というシリーズをずっと続けてます。今回は My Way という歌を取り上げますね。まあ、私の道、私が歩んだ道、人生のね、そういうような意味で、フランク・シナトラというものすごく有名な人が1969年に歌って有名になった、ポール・アンカーという人が書いたそうですが、今回は聞き取ったり発音したりすることに重きを置きます。これについてはね、だいぶ前に、何ヶ月も前に176番の僕のビデオの中で、この歌についての意味とか文法について1時間以上にわたって説明しました。これも一応参照してください、よかったらね。さて、それでは早速ね、ネット上の、ちょっと待ってくださいね、ごめんなさいね、ビデオはちゃんと動いてるな。はい、で、それではネット上でですね、いきますね。ネット上の、And now って発音してますね。And now と言わに、do と no ははっきり発音して、And now と言ってますね。普通は会話でも普通の朗読でもね、And now もう do は no のに飲み込まれて、And now って言いますよね。だからこの歌でも And now って言っても良さそうなもんだけども、And now って言った方が綺麗なんでしょうね、歌では。できるだけ一つずつ単語がはっきり意味を分かるようにという配慮で And now って発音してるんですよね。 でも普通はあの And now というふうには発音しないでしょうね、会話でも。それから朗読とかでもね、歌でもね、割と And now という具合に発音してる場合が多いような気がします。この歌で僕初めてということもないけども、割とね、do とか to の後にぬがくっつくときにね、いちいちその to とぬをはっきりと発音してるのはそんなにしょっちゅう聞かないんですけどね、時々ありますね、歌の中で to とぬははっきり発音してるとき、 and now とかね、 certain とかね、 certain certain ではなくて certain って発音したりね、あのフランク・シナトラはそうなように発音しています。キャロリン・カーペンターも時々そういうふうに発音します。時々ですよ。さて、The end is near, and so I face, and so I face の do は、and so の do、so、do はそれほど強く発音してないですね。だからあんまり聞こえないです。ね、and so I face, and so I face なんですけども、それは and so I face, and so I face, and はもうほとんど聞こえない、 and so I face curtain, curtain って言ってるでしょ、ね、curtain、 普通あの会話とか普通の朗読だったら curtain って言いそうですよね、 curtain、 だから curtain って言うときは、まあそうですね、いくらか特殊な場合にかけられるような気がしますね。大抵はカーテン、カーテン、サーテン、サーテン、サーテンリーね、didn't、I didn't ね、badminton、バドミントンのことは badminton、バドミントンとは言いませんね、badminton、ほんでは badminton、 せめて badminton って言ってほしいもんですけども、残念ながらそれは言ってくれない。その歌もアメリカじゃバドミントン、バドミントン、バドミントンって言いますよね。まるでバーしか聞こえない。バドミントン、バドミントン、というふうに言いますね。something でも something っていうのが標準的な発音ですが、something。I have something to tell you ね、something、something。それを something、something っていう人は結構いますね。something、something。なら、サムしか聞こえないじゃないですかね。シングルが聞こえないじゃないかって言いたくなりますよね。サム。まあ、それともことして、次。My friend, I'll say it clear. I'll state my case. Of which I'm certain. あ、ちょっと待ってね。
certain certain か certain つまりね certain って言ってますね。 certain とは言わずにね、普通の会話とか朗読では certain って言いそうに言うのが certain ね。ところがここではフランク・セナトラは certain って発音してますね。 certain 最初の、curtain、 それから and now ね、 and now curtain で certain って言ってるでしょ。これは普通の会話とかだったら certain curtain ね、 and now って言いそうなところですよね。歌とかそれから特にきちきちと一つずつ発音しなきゃした方がいいと思われるときは時々英語ネイティブもなんか certain って言ったりね、 certain って言ったり and now というように発音したりするみたいですね。歌の中でもそんな風なところがあります。 I've lived ところでこの歌はね、まあお分かりの通り死ぬ間際みたいなんですよね。70歳なんか80歳なんか多分天寿を全うしたんでしょう、ね、で70、80、90ぐらいの人があー力いっぱい生きたと思ってね、今もうすぐ僕は死ぬところなんだと。あで友達がそ、ね、あの臨床っていうのかな、臨床じゃないわ、ごめんなさい、臨終のところにね見舞いに来てくれてるんですよね。で、友よ、僕はもう今から死んでいくが力いっぱい生きたから悔いはないよと言ってね、俺はやるだけのことはやったんだというようにね、そんな歌ですけどね、感動的な歌です。 A life that's full, A life that's full. I've traveled each and every highwayAnd more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, なんかビデオを止めなくてももうそのまま間にちょっとずつ間があるからその間に言えそうですよね、あの歌を、自分の言葉をね。Too few to mention、ね、この言葉は本当一つ一つ味わいたいですよね、この言葉はね、この歌詞はいいですよ、本当に、ね、もう悔いはないんだと、もうね、力いっぱい生きたんだということをいろいろとせっせっと訴えてるんですけどね。 I did what I had to do and saw it throughWithout exemption, I planned each charted course. ちょっと待ってね。I planned each charted course. Charted, chart. まるで charted course.アメリカの普通の発音だったら Each charted course Each charted course になりそうですよね。それを British のように発音してるでしょ。 R は響かせたら、ね、アメリカ式の R はあんまり響かせたら歌では汚いから、ね、フランク・セナトラは多分アメリカ人のはずですけども、アメリカ人かなアメリカ人だと思いますけど、ね、少なくともアメリカでジャンジャン歌ってた人ですからね、うん、アメリカ式の発音しても良さそうだけどもね、こういう風に歌ではよくキャリン・カーペッターも同じですけども R の発音は響かせないですね。 Each charted course なんかまるでブリティッシュのように発音してます。 Each careful step Along the byway って言ってるような気がするんですが、ちょっと待ってね、ほんまかいな。 Along the byway で間違いないですね。 ちょっと待ってね、ごめんなさい。今ブラウザーがそうなんで、ちょっと、はい。
and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times. I'm sure you knew, ね。Yes, there were times. There were って言ってますね。There were って言ってないでしょ。There were あの、アメリカ式の were は響いてない。British っぽく。There were times ね。別にイギリス人の真似してるわけじゃなくて、were が響いたら汚いからね。British ここだけが British のように発音してるわけですよね。I'm sure you knew. I'm sure. アメリカ式だと I'm sure you knew ですけども。それをまるで British のように I'm sure you knew そういう具合に R はまず響かさないでしかも Sure じゃなくて Sure に近い発音するこれはあの ここでもそうだしそれからあの Karen Carpenter も Sure というのが出てきた時に、Sure という具合に Karen Carpenter はあの歌の時何の歌だったかな、The Beatles が歌ったあれは何だったかな、あれちょっと待ってよHelp じゃなくて Help あ、そう Help という The Beatles の Help ね、助けてくれっていう Help というタイトルの歌の中で I'm not so self-assured と言ってるんですね I'm not self-assured じゃなくてね Assured じゃなくてまず R が響かないで Assured 次に Assured じゃなくて Assured と発音してるんですねあの Karen Carpenter もやっぱりねなんか British っぽくわざと発音してる時がありますねアメリカ人がねここでもショーに近い I'm sure、ね、ショーに近いでしょ、ね、なんとなくブリティッシュもブリティッシュって感じがするでしょ I'm sure you knew その方が綺麗なんでしょうね 歌においてはね When I bit off ね、かぶっとかじったMore than I could chew もうできるあのかじれるもの以上のものをえじゃなくて chew できるもの以上のものをえ I bit off more than I could chew ちゃんと噛めるもの以上のものをかじってしまっただからガブッとかじったのはいいけどもあしまったたくさんちょっとねかじりすぎただからこれ噛み切れないやっていうね後で気がつくとこれは比喩的な言い方ですけどねだから噛み切れないほどものもガウッと噛んじゃう、この口の中に入ってから後悔するときありますねあ噛み切れないちょっと頬張りすぎたそれと同じようにねなんか、自分のやれること以上のことをちょっと引き受けてしまったりしてね自分にとって不相応なものをなんかやり始めてみてしまったと。But through it all, when there was doubt, I ate it up, I spit it out. ね。なんか、when there was doubt, 疑いがあるときには、なんかおかしいなと思ったときにはね、I bit it up.And spit it out. だからねおかしいなと思ったらもうね一応かじった後でポイッとあの吐き捨てたんだとねだからあちょっとこれまずいぞよくないぞと思ったらもう容赦なく捨てたとねあこれはちょっと自分にやれないようなことを受け負ってしまったあもうそういう時はねもう諦めて無理してやらないと。その方がいいと。I faced it all. And I stood tall. 自信を持ってパッと立ってたというかね。背を高くして立っていた。だから、まあ、堂々としてたということでしょうね。And did it my way.Loved,
I laughed and cried. ちょっとあんまりあの日本語なんか 間に入れたくないぐらい綺麗な言葉がずっと続きますけどね。まあどうか愛したり、いろんなことを経験したと。I've had my fill, my share of losing. まあいろんな経験してほんでね、いろいろと人生になんか人生の勝負に負けたこともあると。And now, as tears subside, as tears subside, 涙がね、as tears 涙が subside するに従ってというかね、subside するとともにというかね、subside あの涙が乾くというか、うわー涙を流してたけども、その涙が引いた時にというような感じね。As tears subside, 涙流してたんだけども、涙がね、収まると、I find it all so amusing. こういうこと、そういうのはもうまさにこの気分になりますよね。As tears subside, I find it all so amusing. 涙がね、引いた後はね、ダーッと涙を流してた時はもう苦しくてたまらなかったけど、涙が引いた後はね、あらゆるものがね、なんかおかしく感じられる。 I find it all so amusing to think I did all that and may I say not in a shy wayOh no, oh no, not me. I did it my way. ね、俺は違うんだ。俺は他のやつと違ってね。俺は自分の思う通りにやったんだと。ね、いや。For what is a man?なんでかというとね、for what is a man? for っていうのはもちろん because に近いですね。なんでかというとね、あの what is a man? 男って一体何なんだと、ね、まあちょっと what is a man? ってここで言ってるけども、1969年の段階ですから、これね、1969年の段階だからね、人間って何なんだという場合の言い方をするように What is a man? 男って何なんだという言い方を知っていますけども、まあ、a man をもしかしたら女性も含めて a man と言ってるかもしれない。でも、まあ、おそらくは男性だけを指しているんでしょう。この頃は、ね、Women's Liberation はそれほど、ね、台頭してなかったですから、What is a man? と言っても別にね、politicallyPolitical correctness、 すなわち女性を無視するなというようにね、言われんで済んだんでしょうね、この時代にはね。男とはこうなんだと、女性はまた別の生き方があるけども、男はこういうふうにやらねばならぬというようにね、男たちが固い地張って生きてた時代のことですから、まあ、そういうような What is a man? なんていうセリフが出てきたんでしょうね。What has he got? He って言ってますね。うん、What has he got?、うん、あの、何?男とは何なんだ?男には何があるんだと。What has he... For what is a man? What has he got? If not himself. If not himself. 男って何なんだと。What is a man?What has he got if not himself? もし彼が彼自身でなかったら、もし彼自分が男がね、自分らしくなかったらね、自分らしい生き方をしなかったら、一体後に何が残るっていうんだったらね、男はね、自分らしく生きなきゃいけないんだと、自分の思う通りに生きなきゃいけないんだと、そうじゃなかったら何も残るものがなくてつまらん人間になってしまうじゃないかという意味ですよね。ちょっとここはいい、ちょっともう一遍。
if not himself, then he has not. ちょっと待って。Then he has not. Then he has not. ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。確認しますから。あれ？ちょっと待って。ああ。僕はね、Then he has not の not は not という否定を表す not だと思った。He has not ということで、彼は持っていない。He has not は he does not have という意味だと思ってました。でも、この、ネット上の情報によると、He has not なんですよね。not。すなわち、このね、1番、ここのね、あの1番だと思ったんです、僕は。He has not だと思ったんです。それで、He does not have という意味だと思ったんです。でもね、前後の関係からそれであるはずがないですよね。前後の関係からおかしいですよね。で、2番、He has not。not というのは nothing という意味ですね。nothing という意味の古い英語ですよね。例えばシェイクスピア、400年前のシェイクスピアなんかだったら、あ、もうごく普通に出てくる。で、400年前のシェイクスピアに遡らなくても、多分200年ぐらい前まではよく使ってたんでしょうね。100年前はどうでしょう。僕はよく知りませんが。少なくとも、400年前のシェイクスピアに遡るとごく普通だったんです。not というのは nothing という意味だったんです。で、それが使われているここでね。then he has not, then he has nothing というね。それで意味は通じますよね。だから僕の聞き取ったつもりの英語は間違ってて、ね、He has not ですよ。Then he has not。もう一遍ちょっと聞いてみましょう。For what is a man? What has he got? If not himself, if not himself, then he has not ですよね。もし If he is not himself, then he has not. すなわち he has nothing. ね。彼が、男が自分らしくなかったらね。自分自身でなかったら、自分らしくなかったら、自分に正直でなかったら、he has not, he has nothing. 何も残らない。何にもない人間になってしまう。空っぽの人間になってしまうと。ね。空っぽの人間といえば、T.S. エリオット。T.S. エリオットという詩人が書いた、イギリスかな？アメリカ人かな？詩人が書いた The Hollow Man という言葉じゃない。詩を思い出しますよね。思い出しませんか？T.S. エリオット。The Hollow Man。ね、まあ、ものすごく有名な詩ですから、ネット上で YouTube でもこれね、この下に書きました T.S. エリオットという人が書いた、ね、T.S. エリオットという人が書いた The Hollow Man というね、うつろな男たち、うつろな人たち、この Man というのは People という意味で言ってるんでしょうけどね、古い時代に書いた英語だからね、だから men というのは people という意味で使っていると思いますけどね。まあ、the hollow people ということでしょう。ね、まあ、中身が空っぽな人間たちという意味の、詩を書いてるんですけどね。これすごく感動的な詩です。僕は、しょっちゅう思い出すんですけども。これを思い出しますね、ここで。If not himself, then he has not という言葉を聞いて、この T.S. エリオットの The Hollow Man を思い出しますよね。The Hollow Man。We are the Hollow Man。We are the… 何だっけな。忘れました。ちょっとそっさに思い浮かばない。でね、YouTube でも検索してみてください。聞いてみてください。すごくいいですから。我々は麦わらが、中身が麦わらで詰まっている人形
人形みたいな人間なんだと。我々はみんな中身がうつろで、この中身がね、あの筋肉とか、あの血とか骨で渦巻ってるんじゃなくて、中身はあの麦わらみたいな麦わら人形なんだと、ね、ちょうど麦わら、あのね、でもう麦わらが詰まったこんな人形なんだと。で我々はみんなこういうふうに中身が空っぽの人間なんだというような、そういう歌なんですけど、歌ってる詩なんですけどね、あのそれを思い出しますね。自分が自分でなかったらもう麦わら人形と一緒だと。 To say the things he truly feels and not the words of when he kneels。 ちょっと待ってね、ちょっと聞き取れない。ちょっとあのボリュームをちょっと下げましたからね、ちょっとうるさいかもしれないから。The record shows。 ちょっとね、もう一遍戻しますね。 もうちょっと前ね。 If not himself, then he has not。 これは If he is not himself, then he has nothing という意味ですよね。To say if not himself, then he has not。 で次、 To say the things he truly feels and not the words of when he kneels って言ってるんですよね。 Of whenもうニールスっていうのおかしいですね。なんか文法的に合わないというか意味が通じない。ちょっと待ってね、どうなってるかをちょっと、ネット上のサイト、ちょっと待ってね。 To say the things he truly feels and not the words of one who kneels。 ああそうか。 And、to say the things he truly feelsAnd not the words of one to who kneels。 One who kneels っていうのは、 One って何かというと、ここでは A man っていうことですよね。 A man who kneels。 Kneels っていうのは、あのこれが Kneel ですよね。 Kneel っていうのは、ひざまずく、ひざまずいている人の言葉ではなくて、 To say the things he truly feels and not the words of one who kneels ですから、自分が本当に感じていることを、ことであって、こと、自分が本当に感じていることを言うんだと、口に出して言うんだと、ひざまずいている人の言葉ではなくて、ね、ひざまずいている人の言葉っていうのは嘘を言ってますよね。うん、相手に、ね、権力におもねて、ね、自分の言いたいことは言ってない。ね、そういうように権力におもねったりして、ね、自分の思ってないことを言うんじゃなくて、本当に感じていることを言うんだということですね。 To say the things he truly feels and not the words of one who kneels。 ここの場合の one が僕は聞き取れなかったです。ちょっとね、だから前後の意味合いが取れなかった。もう一遍ね、もう一遍。 To say the things he truly feels and not the words of one who kneels。 やっと聞き取れた。 The record shows I took the blows。 The blows、 I took the blows ですよね。だから、まあ、打撃というか、バババババ殴られたんだというような直訳するとね、だから人が殴りかかってくる、それを受けたんだと。すなわちこれは比喩的であって、まあ、責任を取ったというかね、とばっち、なんていうのかな、何かやったら
今ひどい目に遭うこともありますよね。あの責任を取るということは、まあ自分がやったことの結果を受け入れる、すなわち非難されたりね、落ち込んだりするということでしょうね。そういう意味で I took the blows なんですよね。そういうあっちこっちから殴られる、あの、なんや、失敗したら、まあ、人から、まあ、比喩的に殴られることもあると、批判されると。それで、I took the blows ですよね。だから、結果を受け入れたんだということでしょうね。ちょっと待ってね。The record shows, the record shows、すなわち、記録に残されている。記録を見れば、わかることだけども、oh, I took the blows. The record shows I took the blows ですよね。記録を見れば、俺が、あの、ね、責任を取って結果を受け入れたんだということがわかるんだということですね。わかるはずだと。The record shows.I took the blows and did it my way. Yes, it was my way ですよね。この歌は本当に素直に発音しててね。で、難しい言葉はあまりなくてね。で、仮にわからなくても、あれ、仮に聞き取れなくても、一応ね、歌詞を読んで一応納得すれば、一応聞き取れる場合が多いですね。で、割と素直な発音してますね。だからで、あの、素直な英語で書いてますよね。1969年のやつですから、あの頃は素直な英語を書くことが多かったですよね。もちろんスラングなんてないしね、ひねくれた言い方もしない、素直な英語ですよね。で、割と分かりやすい。で、だからもうあんまりの解釈の必要もない、本当に、なんていうのかな、少なくとも見かけ上は人々が素直に生きていたというような時代だったと思われていたと。実際にはそうじゃなくてもね、男はこうあるべきで、女はこうあるべきで、人間とはこうあるべきで、このように生きるんだというふうにみんなが信じているかのように見えた時代ですよね、と思いますね、うん、今は違いますよね。あらゆるものが相対化してるから、あの訳が分からない、訳が分からない、これがいいんだということも言えますね、でもみんなで、あの、価値観を共有することができなくなったと。これはまだ逆にいいんだと、もちろん言えます。というわけで、そんな時代を反映する歌ですよね。ちょっとね、全般をちょっと流しすぎてしまったからね。あの、ちょっとだけは戻りますね。And now the end is near ですね。今もっぺん最初に戻ってるんですよ。全般をね、ほとんど飛ばしちゃったからね、ちょっと飛ばしちゃったというか、こうザーッと流してしまったから。 And now the end is near、 もう、あの、臨終のとこにいるというような感じでしょうね。で、 And now the end is near、 The end is near、 My death is near ということですよね。だからもうすぐ俺は死ぬことになるけどもね。And so I face the final
The final curtain, curtain ですから、あの、というわけで俺は今最後のカーテンに直面してる、最後のカーテンを目にしてるんだと。最後のカーテンというのは、まあ、舞台で言えば The final curtain という言葉があるのかな、僕ちょっとよく知らないんですけどね。カーテンコールという日本語はありますね。まあ、ともかく最後のカーテンが閉まることを The final curtain と言うんでしょうね、おそらく。あの、舞台が終わって、さあ終わったということで、カーテンがバーッと閉まって、その芝居が終わりますね。その最後にカーテンが閉まる時のことを The final curtain、 すなわち芝居の終わり、人生の終わりということなんでしょうね、おそらくね。だから今俺はあの The final curtain、 すなわち人生の終わり、舞台で言えばあの、最後の幕に直面しているんだと。 So I face the final curtain ですよね。My friend, I say it clear. 友よ、俺ははっきりこれを言うよ。読んで。I'll state my case. Case っていうのは訴訟の時に使うあの言葉としても使えますけども、まあ自分の言い分を言うということですね。I'll state my case。これは訴訟の時にも使える表現ですよね。I'll state my case。私の言い分を今から言うよと。Of which I'm certain ですから、私が確信しているだけども、このね、自分の言い分を今から述べるよと。この言い分は正しいということを、俺は信じてるんだけどということですね。確信してるんだけどということ。I'll state my case.Of which I'm certain とね。で、今からの歌でずっとその自分の言い分、すなわち my case がずっとこれから述べられるわけですね。こんな人生を送ってこんな風に生きたと。だから悔いはないんだと。そういうような my case、自分の言い分ですよ。言い分ですよね。I've lived a life that's full. I've lived a life that's full.私はね、現在完了で言っていますよね。私は今までずっと自分の人生を生きてきたんだと。A life that's full. 充実した人生を送ってきたんだ。I've lived a life that's full. 充実した人生を今まで送ってきたんだと。I've traveled each. これ現在完了でしょうね、多分。過去形かもしれないけども、現在形かもしれない。I traveled each かもしれないし、I've traveled each かもしれない。I've traveled each and every highway. Each and every で、ね、よく言う言葉ですよね。Each and every はもう、every とよく似たもんですよね。I've traveled each and every highway. Highway はね、highway というのは公の通り、ちょっとだけ大きめの公の通り、公道と言われますけどね、公の道ですよね。それをあらゆる公の道、すなわち highway は通ったと。じゃあ路地とか狭い道はどうなんだということで、狭い道のことは後で言うんですけどね。 And more much more than this. More というところにも more と言わずに、あの R を響かせてませんね。 And more much more than this というように R を響かせてませんね。これね、 R は言ってないでしょ。 Much more than this. I did it my way. それでね、もっと呼びくことがあるんだけども、あの自分としては自分らしい生き方で、自分のやり方で、自分の生き方で生きたんだと。人からの借り物の人生じゃなかったんだと。Regrets、悔いはないんだと。悔いね。
後悔、悔いといえばね、少しはあるけどというのね、 I've had a few regrets ですよね。それを regrets、 I've had a few という場合に言ってるんですよね。 But then again でもねっていう感じね。 But then again という言い方はよく会話でも出てきますよね。 But then again でもねっていうような感じね。 Too few to mention あまりにも少なすぎて言うに値しないね。あのだから、まあ、悔いはあることはあるだからね、少しは。でもちょっと少なすぎてね、いちいちそれをあげつらうほど後悔はないな、あの悔いは残ってないなと。でも But then again Too few to mention I did what I had to do。 これ俺はね、自分やらなきゃいけないことをやったんだと、どうしてもやらなきゃいけないことをやったんだと、だから悔いなんてあるはずがないと。あるんだけども、まあ少ないんだと。Saw it through ですから、ものを見通したということかな。 Without exemption これはちょっと意味忘れました。 Without exemption 特別に I saw it through without exemption 特別に、許すことなく、特別に多めに見ることなくとかいうような意味だったと思いますけど、忘れました。 I planned each charted course I planned each charted course。 この言い方はね、ネイティブたちがこのネット上でも論議してますが、あんまりね普通の英語じゃないそうです。普通だったらなんて言ってたかな、それについてはちょっと176番の僕のビデオできちっと解説してますけれども、内容を忘れました。ともかく I've planned each charted course というのは、まあ、ともかく、きちんと自分が計画立てた通りにきちっと人生を歩んできたんだということが結果的に言いたいけども、それはちょっとかっこいい詩的なポエティカルな言い方で言ってるんですよね。 Each careful step Along the byway byway っていうのはハイウェイ、 Each careful step Along the byway あらゆる自分の通る人生の道はね、きちんと計画立てて歩んだと。そしてね、なら狭い道を通って人生を歩むときでも、やっぱり、一つ一つのステップをきちんとまた計画立てて生きたんだと。 And much more than this I did it my way Yes, there were times Yes, there were times ですよね。 were のところは って言ってないですよね。 there were British のように言ってますね。 Yes, there were times I'm sure you knew ですよね。こういう時もあったんだぞ、君もよく知ってるはずと、君もよく知ってるはずだけども、よく気が付いてるはずだけども、 When I bit off ね、 More than I could chew、ね、And there were times I'm sure you knew 君もその時気が付いてたと思うけども、 I
bit off more than I bit off more than I could chew ね、噛める、きちんと噛めるもの以上のものをガブッとあの口の中に入れてしまったこともあったと。 But through it all、 でもそういうようなプロセスの中でね、When there was doubt、 でもね、そんな中でもね、なんかおかしいなと思った時には、 When there was doubt I ate it up、 バンと食べてね、そして And spit it out、 バンと食べる、ガブッと噛んで、その後吐き捨てたんだとね。I faced it all って言ってるかな、な、ちょっとわからない。ちょっとわからない。ちょっと待ってね。I faced it all でいいみたいですね。ここに書いてあります。I faced it all ですね。I faced it all。It all というのは everything と同じような意味ですから。I faced everything ということですよ。すべてに俺は直面したんだと。すべてに俺は向かい合ったんだと。ね。I faced it all。I faced it all。And I stood tall。And did it my way。I stood tall。I stood tall ですからね。私は背を高くして立ってたんだと。立ったんだと。だから結局、自分としては精一杯こう、卑屈にこういうふうにね、背を曲げてこういうふうにしてたんじゃなくて、きちんと姿勢をこうパッと立ってたと。すなわち、自信を持って生きてたんだと。胸を張って生きてたんだと。そんな感じでしょうね。I've loved、 俺はまた愛したんだと、この人生でね。 Laughed and cried、 泣いたりね、笑ったりもした。 I've had my fill、 I've had my fill、 fill というのは満たすということですけども、 my fill は、I've had my fill はなんか自分の分け前をもらったという意味だったと思いますけどね、ちょっとはっきり分かりませんけども、多分そうだと思います。 I've had my fill、 My share of losing、 I've had my share of losing、 I have my share of なんとかという言い方がよくありますよね、自分の分け前の losing を受け入れた。だからなんかlosing すなわち負けるということ、ね、人生において勝負に負けるということ、それはそれぞれいろんな人がね、ちょっとずつやっぱり分け前があって、負けるという、人生に負けるということもやっぱりこの人もいくらかね、でこの人も、ほんで私も彼もみんなね、それぞれちょっとずつ負けることもあるんだとね。全てにおいて勝つ、全てにおいて負ける人は いなくてね、ちょっとずつみんな、分け前があってね、負けるという負けるということの、人生に敗北するということの分け前があるんだと。で自分もいくらかの負けるという分け前を受け入れたんだと、直訳するとね。だからこう、私も私なりに人生に負けたこともあったんだという意味ですよね。I've had my fill, I've had、my share of losing ね。これは私も私なりに、人生の勝負において負けることもあったんだと。And now, as tears subside、 さっき言ったように、人生に負けたりしたらやっぱりものすごく悔しくて、苦しくて泣きますよね、思いっきり泣く。あるいは泣かないにしても、なんか違う意味で苦しむ。そういう意味で、As tears subside、 その後苦しみが遠のいた時にという意味で、
As tears subside って言ってるんですよね。涙が引いた、涙が引くとともにということですね。As tears subside, I find it all so amusing ね。その涙が、引くとともに、すべてがね、本当すごく、まあ、おかしく感じられる、まあ、それは実感として感じますよね。僕も感じますが To think I did all that And may I say Not in a shy way To think なんとかかんとかっていう何々を考えるとっていうのは直訳するとそうなりますが何々だとはというような意味になるんだというふうにどっかに書いてあったような気がします。だからね、To think I did it all that To think I did all that And may I say not in a shy way、こういうことを全部自分がやったということそして、恥ずかしがってはいないで堂々として全てをやったんだというふうということを考えるとすごいなとかねそんな、まあ、感動を覚えてるわけですねそういうような思いを to think なんとかかんとかという言い方で表現してるんですよねまあ自分でよくあれだけのことをやったもんだというようなね感じ Oh no Oh no not me I did it my wayなんで Oh no not me って言ってるかというと Not in a shy way、ね、Some people may do all that in a shy way But not me I did not do it in a shy way I did it my way ってことですよ僕は恥ずかしがったりなんか逃げ隠れしながらやったんじゃなくてもう堂々と自分のやり方でやった自分の生き方で生きたんだというようなことですよねでこの後はもうずっともうざーっと解説しましたねということで一応ねこれ全体をまあざーっと解説しましたが発音に関してはねそんなひねくれたものはないしね発音しやすいどちらかというとねだからあんまり発音についてはあんまり話しませんでしたけどこの歌は本当に感動的だからね、ぜひともこう、復唱するというか、ね、歌を聴きながら自分もね、このフランク・シナトラのすぐ後でずっと、ね、自分でも歌いながら聴いてみたいもんですよねそしてできれば僕実はこれカラオケ屋で一人でカラオケ屋行って、他の人とだったらあんまりね英語で歌う人はあんまりいないからしで別に僕他の人と、ね、楽しみでカラオケ行ってたんじゃなくてやっぱり自分で練習したりね、僕なりに修行のために行ってたんですよねカラオケでも修行のために勉強のために行ってたんで遊びで楽しみのために行ってたんじゃないんですよねだからカラオケ行ったらもう思いっきり例えば1時間か2時間思いっきりガンガン歌ってこのフランク・シナトラのこの歌とかねいろんな英語の歌をワンワン歌ってましたね、まあこれも修行だと思ってやってます、楽しみではやってませんじゃ あ、というわけですそれでは終わりますえっと